おはよう。それ。それはそう思ったりもするけど、でもいきなり聞かれるとなんて。ねえ、コージ君、あたし作ってあげようか。うん、それであたしが作ってるのを横から見て覚えれば、そしたら次からコージ君作れるよね。考えとくね。でも、そうか、簡単で美味しい料理か。ねえコージくん、何がいい？やっぱりオーソドックスにカレーとか？それとももっとおかずっぽいのがいい？あ、でもこれからのこと考えたら、後でいろいろ工夫できるのがいいかな。お惣菜いくつかとか。そう？それでもいいけど。君の家で作るの？あ、やっぱりそれでいい。コージくんの家にあるお料理道具のこととか聞いときたいかな。ねえ、フライパンはあるよね。中華鍋は？ホームルームはこれでおしまいです。はい、それじゃあ今日はこれまで。
気をつけて、じゃなくて、また。あ、コウジ君。覚えてる。それじゃあ5時くらいに行くね。それでいい？わかった。でも図書館なんてなんか珍しいね。お兄様、どうしたんですか、こんなところで。図書館から出てきたんですけど。もうやだ、お兄様って本当にいつも面白い。はい。はい、借りていた本を返しに来たところで。
もちろん。あ、私もう帰りますね。研究頑張ってください。散るのよ、うろうろされちゃう。何なの？何を調べたいの？バカにしないで。こう見えても図書院よりずっと長く図書館にいるんだから。それに小説を書くには資料が必要だから、調べ物なら君よりよっぽど早いと思うけど。知らなかった？私が作家志望だってこと。ここは静かだし集中できるでしょ。だから君の手伝いしてあげるから早く出てってほしいの。わかった？邪魔してるじゃない。いいから行ってみて。面白いもの持ってるのね。70年に発見された珍しい宝石。アレキサンドライトはね、不思議な性質があるの。ろうそくや白熱電球の光を浴びると赤い色なんだけど、
太陽や蛍光灯の光の下では緑色に変わるのね。ね、似てるでしょ。でもこれは違うみたい。太陽の光でも白熱電球でもやっぱり赤だものね。聞いたことがないわね。これをくれた人は水晶だって言ったんでしょ。水晶も不純物のせいでいろんな色のものがあるけど、そういう変化をするのは聞いたことがないよ。そうね。心の色。限らないわよ。緑は危険っていうタイトルのミステリーがあるわ。 SF にも緑の瞳っていうのがあるけど、あれは確かゾンビじゃなかったかな。もううるさいな。ちゃちゃ入れるなら何も教えてあげないよ。とにかくね、人間にとって緑が安全ってわけじゃないの。だって赤が危険って決めたのは人間だもの。万国共通にしておけばわかりやすいからっていう、それだけのことじゃない？ほら、信号機みたいに。どうしたの？私もいろいろ調べてみるから。でも何かあったら教えに来てね。
こんな時間に。どうしたの？そう。それで何か分かった？出てこないからいないのかと思っちゃった。あれ？何持ってるの？遅くなっちゃうと思って。どうしたの、コウシ君？
え、コウジ君、先に夕飯の支度しちゃおう。いろいろ考えたんだけど、結局カレーがいいかななんて。ほら、カレーなら作り置きできるし、いろんなおかずなくても料理って感じするし。コウジ君、うん、圧力鍋、今朝コウジ君あるって言ってたから、じゃあ使おうって思ったの。もうちょっとだから準備終わるまでテレビとか見て待っててくれる？じくん、コウジくん、起きて。起きて、コウジくん。忘れちゃったの？私を覚えてないの？そうだったから。
そうだけど、あ、お皿取ってくれる？ありがとう。はい、出来上がり。それじゃあ、コウジ君。レシピ書いといたから。難しいとこないし、この通りに作れば同じものできるからね。あと今日はチキンカレーにしてみたけど、いろんなお肉使ってみてね。野菜だけでも。どうしたの？それじゃあおやすみ。また明日、じゃなくて月曜日ね。最近コウジ君それ多いね。悪かったな、そのっていうの。コウジ君ケーキとかおごってくれるから、おあいこ。あ、残った分ちゃんと冷蔵庫にしまってね。じゃあね、コウジ君、気をつけて。